はい、皆さんこんにちは、フラワーズスタジオです。今日はこちらのアレンジメントをこちらの花材を使ってアレンジメントを作っていきます。まあちょっとね、素敵なアレンジメントになると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はですね、こちらこの服部慈悲の器に作っていきます。では行ってみましょう。はい、では始めていきます。まずはこのスモークツリーですね。このスモークツリーを刺していきます。はい、次にここでちょっとレザーリーファンで早めにファンデーションワークをしておきます。次にこの赤バラを刺していきましょう。ここでちょっとアンス入れましょうか。手まり草を入れます。手まり草入れますね。でここでドラセナのレッドを入れていきましょう。ここで少しこうピンクのバラを入れていきましょう。最後にこのベッチーズブルーをね、入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。さっきのようなね、こういう白い器にこういうアレンジを刺すのはすごく難しいです。なのでこういう練習もぜひしてみてください。ではですね、また次回素敵なアレンジメントや花束を皆さんにお伝えしていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。 See you next time.